桜で雨やからとってもなんか分かりにくいと思うねんけど、まあちょっとね、2点高い、まあ、行きしらも乗ったけど、この先しばらく行きたいです。これトンネルあったっけな、確かトンネルあったよな、どこ富山、石川もトンネルあったよな、確か。風もやばい、ね、風も雨も風も、台風は沖縄のとこやね。この動画いつ上がんねんって感じ。リアルタイムで上がってないから意味ない。
橋いいか、あれか、来たー石川県金沢市、石川県金沢市、雨うわ、ワイパーめっちゃ速そうな、うわ、前のトラックからめっちゃ水しぶきになるから、ありがとう、帰ってきました、石川県まで、うわ、下りだからめっちゃ下るやん、山越え、山、ちょうどよ、ま、石川と富山って山なんかな、境、うわ、めっちゃ降ってきたし、また、うわ、ちょ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 、やばいっすよ、やばいっすよ、やばい、やべえ、やべえ、しかも山やから余計やばい、釣られるもん、あ
あと下りでね、前が踏むから、あのみんな踏んでいくっていう感じで。よくあるあれやね。じゃあいつこれ車線終わんの？車線規制。あ、ちょっと雨マシなってる。ちょっと雨マシなってる。ちょっとマシなってるよ。まあ、ということで。お、終わったかな。ちょうど終わりそうやね。終わったかな。終わったっぽいな。終わったっぽいね。はい、ということでですね、富山から石川県行きました。ではまた後ほど。はい、お疲れ様です。約束通りですね、加賀インター、北陸道加賀インター、多分石川県最終インターなんですよね。ちょうどやっぱ1時間ぐらい、富山から石川入って1時間ぐらいね、石川県は。ということですね、次の多分金津インターかな、はもう多分福井県やと思うんですよ。確かここもトンネルがあったような気がします。あと雨はだいぶマシなってる。まあ途中まだめっちゃ降ってたりとかあったけど、基本的にも小雨になってるかな。もうでもね、あと5キロぐらいで金津インターやから、もう県変わるとは思うんやけど、トンネルあるかな。多分12時までには帰られんから、ちょっと一回多分どっかで寝て、あれやね、朝また動いて明日の朝に帰る感じかな。どこまで行けるかなって感じやけど、滋賀ぐらいかな。あ、でもあと一回多分ね、休憩せなあかん。次の休憩でもうそのままそこで寝て朝動いてもいいんやけど、なかなか変われへんな。ないな、トンネル。めっちゃ暗いし、来ました。福井県あわら市。福井県トンネルじゃなかったな。トンネルじゃなかったっすね。トンネルじゃなかった。当番車線あったよ。ってことで福井県に入りました。ってことですね、多分福井から滋賀は明日になるかもしれんな。
もうちょっと頑張ります。まあ、雨もマシなってよかったよ。パーキング止まってもね、雨めっちゃ降っとるからね、なんか出んのが嫌ない。しかもあのトラックとかやったら地下ないやんか、トイレとかちょっと離れてるやん。やっぱり乗用車とかやったら前の列あるけど、まあそれで遠いからね、ちょっとなかなか行きにくいっていうの。また雨降っていたの。ほんで福井県入ったら入ってきましたね、また。はい、ということでね、もう金津インターでということで、お疲れ様です。うわ、雨降っていた。やっぱりめっちゃ降っていた。なんなんこれ、まためっちゃ降っていた。めっちゃ降っていたよ、また。じゃあね。はい、これ柳ヶ瀬多分福井から滋賀行くんちゃうかなっていう感じなんですけど、このトンネル越えでちょっと忘れてて、
壁パーキングのとこなんですけど、第2京阪のついに大阪にね入ってこようというところですね。この先左からの合流車両に注意してください。こっちの方が早いよな。こっちの方が早いよ。大阪府枚方市、枚方市でございます。ひらぱー、ひらぱー兄さんの大阪市でございます。さあすぐやね、あれ京田内パーキングがすぐ